これ検証とかした方がいいかな。マシンを入れる前と入れた後のダメージどのくらいになるとか、入れたらこんだけ強くなるとか、それ見たいっすか。見たいんだったら入れる前に看護行ってみて、あの武神ダンジョン、これダメージを記録して入れた後こんだけ伸びたぜとかやるけど、ありますけど。かって言ったらダイダ剣との比較が見たい。ああやってみて。やってみますか。みんなだからわし入れるの迷ってますもんね。タイダ剣との比較が見たい。わしを入れてないレジェンドジュピターの場合の火力と、わしを入れた時のレジェンドジュピターの火力と、で最後にタイダ剣ノーマルを使った時の火力で見てみましょうか。とりあえずレジェンドジュピターの剣の星の石も入れてない装備の場合。じゃあボス特攻だからボスで比較しないと意味ないですよ。ボスのダメージがどんだけ上がるかってのに重要性があるんですよ、この装備って。ジュピターのレジェンドは。とりあえず L マークつけます。ここね、ここのターンのダメージで。で、ナターシャ攻撃します。803万。そんなの出てんの ?800 万出てる。あ、83万。桁間違えて。83万ね。これが、まあ、90万とかに上がったら、星の石強いねって話になるんですよ。で、次、関羽に行く前に、星の石を入れちゃいますね。これに、3つ当然入れちゃいます。はい、入りました。で、星の石入れたバージョンで、まあ、実際攻撃力で言うと、4500ぐらい。まあ、5000近く上がってると思うんだよ。で、L マークってこれ1回つけると、この次のターンまで残るんだ。残ってますね。だここで叩いても同じはず、ダメージが。82万ちょっと。だ2万ぐらいしか上がんないですね。あんまり入れても入れなくても変わんないまで。だから、攻撃力を、5000持ったとこで、大してダメージ変わんないまで。86万とか出たよ、今。86万。ちょっと上がったっすよ。なんでだろう。まあ、バフが乗ってるとか乗ってねえとか、そういうのは、まあ、検証難しいな、これ。まあ、そんなに、星の石入れても、まあ、ぶっちゃけ火力変わんない説。10万も20万も上がんないんじゃないかっていう。入れ首飾りの棒読むしかな。あー、それもあるかもしれないけど、それだったらもっと出るっすよ。もっとダメージ出るはず。そんなもんなのか。そうそう。じゃあ、とりあえず対打剣にして、ここで、L マークもう一回付け直して、ナターシュ攻撃させます。どうだ ?60 万しか出てないよ。ほら、60万。でもめちゃめちゃ弱いじゃん。ボスダメ特攻強いんだな、わら。そうそうそう。20万くらい変わっちゃう。だむしろ星の石うんぬんより、ジュピターの剣を左手に装備した方が、それは強くない。まあ、書いてあることもそうじゃん。ということで、検証の結果、ジュピターの剣は強いっていう結果になりました。このボスモンスターに当たるダメージが 48% 増加って書いてあるんで、あと、剣だけそんなんついてるんだっけ?剣と指輪。これと、これ。これもボスモンスターに当たるダメージが 50% 増加で、48% だから、多分ここは足し算だと思うんですよ。だつまり、今まで、後から 50% かけしたものは 98% になった。まあ、100% になったっていう感じだと思われます。だ元が60万だった。150% の時は60万だったのが、だ元のダメージって40万なんだよ。40万当たってんの。この指輪がない時。で、それに対して、指輪だけつけると、そうそうそう、50万上がるから60万になって、剣もつけると、さらに 50% 上がるから、100% アップになって80万になる。そんなイメージだと思います。だからもう全然、タイダ剣よりも、ジュピターの剣を、そうでしょうが強いと。ちょっと待って。なるほど。サブもギルド。これ、行動だな。わら。これ、売っちゃったんですよ、これ。手放しちゃったんですよ。前ずっと使ってたじゃん、ジュピターレジェンド。売っちゃって手放しちゃったから、もうしょうがないがないからさ、これを使ってやってたんだけど、だから、武神ダンジョンすげえ時間かかってたんですよね。レジェンドになれば、めっちゃ早くできるってことが今分かったんで、めちゃめちゃ今日の配信見に取れましたね。まあ、この棒読む人が発動するともっと多分、
ダメージ出るけど、それはなかなか出ないからさ。初手の 25% だから、初打のダメージがしかも無視しないからね。4連打するうちの一発目しか無視しないから、あんま意味ねえからね。おまけ程度。だからそれより、こっちの2つの方が重要なんだよ。まあ、今の俺の採用を見てくれてわかると思うんですが、めちゃめちゃ丁寧に、ちゃんと話してると思いませんか。ちょ、いつもこんな感じだと思いますよ。そこまで慣れ慣れしくないと思うぞ。あ、無心、無心なき出すぎでしょ、これ。レンちゃんはずるいぞ。で、これを、調合して、33% も成功するね。もう成功する気しかせんみたいな感じだね。あ、成功した。勢いに乗りすぎだろ、これ。じゃあ、このまま、調合して、プラス4目指しちゃおうか。まあ、あえて、この配信で今言わせてもらうと、配信やるからこの指輪を鍛えてるわけじゃないですかね、これ。狩りでも強いんですよ、これ。今、プラス3の俺実際つけてるわけじゃん。これ、なんと、女神のプラス4をプラス3の時点で性能オーバースペックで超えるんですよ。だから、狩りユーザーにむしろおすすめです。で、プラス4になっちゃったらもう完全にオーバースペックだから。それはね、これを見てもらうとわかりやすいんだけど、こういう状態でつけた場合、これの数値見てください、ほら。もうすでに攻撃力上回ってるじゃないですか。まあ、たかだか52だけど。だプラス3の時点で、ほぼプライオンと同等なんだけど、もしここが、このネックレスじゃなくて、女神のネックレスの場合っていうのは、女神のセット効果が発動するんだよ。2セット効果って。で、ここで生命力とか攻撃力とか、そう、この女神のアクセが、セット効果が働くんで、その場合は、プラス4以上じゃないと強くならんよっていう話なんですよ。3ではダメなんです。これは、ここが女神の場合ね。でも、その場合はさ、ここだけのプラス4に対して、こっちの方と比べると、この2個はセット効果からつけないといけないけど、女神で。こっち側だけは交換できるから、それはこれとこれの個体の差なんで、そしたらプラス3の方が強くなるんですよ。だから先に、ネックレスも指輪も持ってない人は、とりあえず、指輪先に交換して、プラス3にして女神の4と交換すれば、それだけで狩りでも強くなる。対人ではもっと強くなる。っていう話なんですよ。だから狩りユーザーだからこそ、頑張って指輪手に入れて、武神ダンジョン行って、まあ、プラス3にする価値はあるなと思います。まあ、プラス3だとイーブンなんだけどね。プラス4になったら劇的に強くなるよっていう。劇的に強くしましょうよ、これ。おい、4になったよ。急に乗ってっから。これで、もう完璧にこっちの方が、オーバースペックなんですよ。だからこれを、これとちょっと比べてみましょうか。ほら、プラス4の女神に対して、128攻撃力が強いわけでしょ？首強化より先に指輪交換目指すべきかね。そうそうそう、もちろんそうです。